このしるべなき世に一筋の光を。真剣へ、真剣ですわ。神秘、そしてその娘、真剣栄誉。よくぞ決戦の前に駆けつけてくれた。お主たち親子のおかげで紀州は落ち着いたようだな。真剣栄、炎章と炎丹の配下、神秘の娘である。炎家が滅ぶと父と共に曹操に仕え、紀州の混乱を鎮めた。今彼女の主君曹操は炎章を倒した勢いに乗って南下、降伏を拒んだ孫権を倒すため赤壁に進軍した。この一戦にて天下を平定しようとしたのである。真剣栄と神秘もまた決戦に加わるため曹操と合流した。父上、曹操殿がお見えですわ。暗い顔もそれぐらいになさってください。うむ、曹操殿、わしは一族も救えずのこのこと生き残ってしまった。遠氏の人質となったお主の兄の家族か。気の毒なことをした。だがお主らが来てくれなければ家屋平定にはもっと時間がかかったであろう。父上、曹操殿にお気を使わせてどうするのです。楊州を要する孫権を下せば早々に曹操殿の天下になります。笑いの絶えない世にするため、真剣へ、真剣ですわ。うん。ああ、曹操殿、これは。皆まで言わんでもいい。塞ぎ込んで下を向いても光は見えませんわ。笑顔で過ごす時間こそが大切なのです。お主は良い娘に恵まれたな。親子ともども頼りにしておるぞ。おいら水軍の訓練を任されただ。でもあんまり自信がねえぞ。続討伐がいい。この辺に。船酔いに効く薬が欲しいんですね。おうおうおう、死にたくなけりゃ金目のものを置いてきな。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。ちょうどよかったぜ。野郎ども、こいつが俺たちの敵だ。笑顔で参りましょう。ちょうどよかったぜ。野郎ども、こいつが俺たちの敵だ。しまった。これはあの野郎どもと協力したかったのによ。すみませんでした。この辺にはもう近づかないから許してくれ。はっ、行きますわ。やっ、今はこの喜びをかみしめましょう。いいぞ、その調子だよ。船酔いに効く薬を届けてくだされたわ。待ちな、船酔いを治したいんだって。だったら
薬よりもいい方法があるよ。船をみんなつなげちまうのさ。そうすれば揺れないし酔うこともないよ。なるほど、それはいいことを聞きました。早速みんなに伝えて船をつないでみます。伝令、我が軍の石膏が襲われています。敵陣から戻る途中に捕捉された模様。この情報があれば我が軍は有利になる。このため何としても戻らなくては。情報を持ち帰るまでは死ねぬ。せっかく貴重な情報を得たのに帰り道に見つかってしまうとは。行きますわ。ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰れます。救援感謝いたします。この情報きっとお役に立つはずです。せっかく貴重な情報を得たのに帰り道に見つかってしまうとは。行きますわ。救援感謝いたします。この情報きっとお役に立つはずです。助かりました。これで石膏の任を全うできます。この情報があれば我が軍は有利になる。仲間のため何としても戻らなくては。ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰れます。追いかけても無駄だぜ。じゃあな。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。その際捨てたものではないな。よくやった。その働き覚えておく。孫悟の根、そこで。ほう、わしに書簡とはな。どれどれ。おお、願ってもない言葉よ。士官よ、これで決戦の準備は整ったか。賊の討伐はなったな。決戦の邪魔をされずに済むだろう。有益な情報が手に入った。決戦に生かせるかは将次第か。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。一応戦う体制はできたということか。これで郊外を引き入れることができよう。うまくいきすぎているような気もするが。うん、ならば将兵を休息させよう。決戦に向けて英気を養わねばな。皆の働きにより
決戦の準備は整った。来たる大戦に備えしばし休息し英気を養うのだ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。将軍、あまり出過ぎませぬ。曹操軍の勢いは侮れませんぞ。心配しないで玄徳様、私にだってみんなを守る力はあるわ。撃ち取りましたわ。その際捨てたものではない。笑顔で参りましょう。立つお上手ね。いい感じですわよ。やっぱそんなやられちゃうなんて、この戦い絶対に負けられないのに。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。いい戦ぶりよ。敵がハゼ飛ぶようじゃ。ここは引くしかあるまい。祖先の進撃食い止めたかったが。行きますわ。今はこの喜びをかみしめましょう。先の戦いで得た情報によりますと、諸葛亮は祈祷所で何かを企んでいる様子。真剣ですよ。ちょっ、やはり邪魔をしに来ましたか。そうはさせませんよ。笑顔で参りましょう。行きますわ。ここは引かざるを得ません。ですが役目を果たせました。この撤退は筋書きと思います。敵将討ち取りましたわ。曹操軍に将校を渡らせてはならん。孫悟の将兵よ、鉄壁の構えを取れ。ようですね。孫家の全てに嫌がりつ対岸に向け様子を伺うべきだ。はい、真剣ですね。行きますわ。おい、あの宝刀先生ってすごいな。船の上を歩いても酔わねえぞ。これなら存分に戦えるな。まったく宝刀先生様様だ。時は十分に稼ぎた。我が兵はすでに慣れり。そうですね。今はこの喜びをかみしめましょう。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えること心より嬉しく思います。真剣ですね。敵の倉庫はこの辺りにあるようです。
先の戦いの情報が役立ちましたね。では行きますわ。そこ一つ守れぬとは武士の子として情けない。何敵将だって、さては将校の矢を奪いに来たのか。そうはさせない。この倉庫は拙者が守りきってみせる。ここは俺の見せ場だ。小職よ、この歓喜校の功になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある。孫悟の田舎武者どもに負けるかよ。行きますわ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。笑顔で参りましょう。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。見せ場はたっぷり作ったな。もう撤退してもいいだろう。おかげで敵を追い返せました。しかし敵の様子どうも妙でしたな。今はこの喜びをかみしめましょう。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。何用か。なんじゃいっす。何？マドロッコ神話、お主を倒せば疑われることもなかろう。真剣ですね。行きますわ。やっほっ。られなかったわい。周遊に何とあげればよいか。敵将討ち取りましたわ。さすがは曹操。だが気づかぬ。風がすでに変わっていることを。曹操軍に火を放て。激戦をすべて燃やし尽くすのだ。戻って策の練り直しだ。敵将討ち取りましたわ。やっ、真剣ですね。こちらの裏をかくなんて敵には相当な知恵者がいたのですね。ですが下を向くわけにはいきませんわ。最前線で前線して事態を打開しましょう。味方と連絡が取れません。曹操様の安否も不明です。一体どうすれば。このままでは陣形を崩され長江の木図となってしまいますわ。昭陽と常陽まで引きましょう。曹操殿が退いていらっしゃればそこで合流できるはずです。郊外殿の策が見抜かれた時は焦ったよ。
危うく火がつけられないところだった。なんとか家計は起こせたが、予定より規模は小さくなってしまったな。敵をけじらせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。真剣ですね。ザイッ。曹操軍め、逃がしはしないぞ。孫悟の炎で燃やし尽くしてやる。戦意なき兵を追い打つとは美しくありませんね。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えることを心より嬉しく思います。行きますわ。やはり逃げるなら船を使うだろうな。ここで待ち構えて正解だったよ。読まれていましたか。味方を逃がすため船を脱出せねば。真剣ですね。真の三国無双とはあなたのことですね。敵将討ち取りましたわ。真剣見事な働きとろ。爪の局面でしくじった。だが戦の流れを変えるほどではあるまい。小さな勝利、劣勢を覆す足がかりとしてみせましょう。誰一人この先へ行かせはしない。長州、いざ参る。皆を守るため足を止めるわけにはいかぬ。何としても敵を倒しこの場を突破する。笑顔で参りましょう。力を及ばすか。諸葛亮殿の次なる策に望みを託すしかない。ひとまず難敵は撃退した。しばしここを確保し両方を守らん。ウリンに逃げ込まれた将軍方も多いようです。探してみてはいかがでしょう。見事な働きだな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。真剣です。てめえらがここに来るのはお見通しだ。覚悟しやがれ。なんでオイラの逃げ道知ってるだが。足止めもできねえとは。また諸葛亮のお炎とかよ。敵を倒せてよかっただよ。一緒に戦う相手がいると俺もすごいだな。曹操様、全然見つからないな。もしや兵に紛れて移動されているのか。今はこの喜びをかみしめましょう。いいぞ、その調子だよ。ああ、お助けを。実は
ようやく味方と合流できたか。皆には苦労をかけたな。わしの方でも味方を何人か確保しておいた。この手勢で撤退を開始するぞ。宗神様、申し上げます。曹操様のご無事が確認されたとのことです。それは何よりのこと。され、自分も撤退を始めよう。笑顔で参りましょう。真剣です。諸葛亮殿の読み通り、ここへ参ったか。これ以上は進ませぬ。俺こそが軍神関羽の一の子分、周曹様だ。親分と一緒の俺はいつもの三倍強えぜ。不覚を取った。曹操様への恩義が我が刃を鈍らせたか。俺どんだけ役立たずなんだが、帰っても親分に合わせる顔がねえ。今はこの喜びをかみしめましょう。ここにいるのは傷病兵ばかり。せめて、そういえば、見事な働きだな。何を企んでいようと関係ねえ。打ちのめすまでだ。なんだこれ。よくわからないけど持っていこう。なんだこれが目当てか。くれてやるよ。ものを見つけてしまったな。届けておくか。行きますわ。やっやっはっ。このようなところにのこのこと叩き潰してくれる。これでご勘弁を。これはこれで。今はこの喜びをかみしめましょう。